県内ではきょう、ことし初めて最高気温が25度以上の夏日となるところがあるなど、各地で気温が上がり、春本番を感じる陽気となりました。広島市中区にある折り鶴タワーの展望台では、皆さん気持ちよさそうに日向ぼっこ。県内では今日ほぼすべての観測地点で今年の最高気温を更新しました。午後2時です。広島市中区の現在の気温は21度と、上着を着なくてもいいほど暖かいです。中でも安芸太田町加計では25度を観測し夏日に。各地で4月下旬から5月中旬並みの暖かさとなりました。気持ちよくお昼寝しさせてもらってました。風も気持ちくて、もう春なのかなって感じ。展望台では今日からお茶とスイーツを楽しむことができます。この陽気の中で温かいお茶をいただくと格別です。一方、庄原市の美北丘陵公園では咲き始めた鮮やかな水仙に、訪れた人たちが春を感じていました。寒い冬からやっと春が来たような感じではね。もう少し薄着でもよかったかもしれません。この暖かさはあさってまで続く見込みです。